今年に入ってから肺がん検診については受診数が減少し、肺がん患者を見つけにくくなっています。これは今年のがん検診受診の遅れが影響していると考えられます。日本人のがんによる死亡数のトップが肺がんです。初期症状はなかなか現れず、初期段階で感じる自覚症状も少ないため、発見された時にはすでに進行しているケースが多いというのが特徴です。そのため肺がんは他のがんと比べても非常に生存率が低いです。またタバコを吸っていなくても肺がんになるケースは少なくありません。しかし肺がんは早期に発見できれば根治を目指すことも可能です。肺がんから命を守るためには定期的ながん検診が重要です。遅らせている方は躊躇せず、感染症対策をきちんと取った上でがん検診を継続してください。